HFM Headline News。 Headline News。 5時32分です。 HFM 続いてはトラフィックインフォメーションじゃなくて、すいません、ヘッドラインニュースであります。 HFM ヘッドラインニュース、ニュース担当は石丸さんです。ごめんなさい、お願いします。はい、お伝えします。与野党8党の幹事長書記局長らによる会談が開かれ、野党側は裁量労働制に関する厚生労働省の不適切データ問題を踏まえ、働き方改革関連法案の今の国会への提出を見送るよう求めました。これに対し自民党の二階幹事長は週明けに回答すると述べ、データ問題に誠実に対応するよう政府に申し入れると答えました。アメリカのトランプ政権が北朝鮮船籍の船に海上で積み荷を移し替える、いわゆる瀬取りに関与した船舶を対象とする北朝鮮への大規模な独自制裁を23日に発表することが分かりました。北朝鮮と対話の用意があるとしながらも、最大限の圧力をかける政策を緩めない姿勢をアピールする狙いがあるとみられます。かつての優生保護法の下で不妊手術が強制されていた問題で、宮城県が手術をしたとする台帳に名前がない場合でも4つの条件を満たせば手術の事実を認める方針を決めたことが分かりました。この問題では国会でも救済策を模索する動きがあり、今後宮城県が認定する条件が各地に広がる可能性もあります。月末の金曜日に仕事を早く切り上げるプレミアムフライデーが始まって1周年を迎えました。9割の人に認知されているものの、実際に早く帰れた人は1割程度です。そのため経済産業省などで作る推進協議会は、働き方改革や消費を促す手段として粘り強く普及を目指す構えで、今後は中小企業や地域にも広げたい考えです。平昌オリンピックのフィギュアスケートは女子フリーが行われ、日本勢は宮原聡子が4位、坂本花織が6位となり、女子で2大会ぶりのメダル獲得はなりませんでした。個人資格で出場したロシア出身のアリーナ・ザギトワが優勝し、ロシア勢に今大会初の金メダルをもたらしました。以上ヘッドラインニュースでした。カウントダウン魂。 HFM トラフィックインフォメーション。5時34分です。 HFM 続いてはトラフィックインフォメーションです。日本道路交通情報センターの田下さん、お願いします。はい、はじめに高速道路などの状況です。山陽道など中国地方の高速道路は順調に流れています。広島高速道路も車の流れはスムーズです。次に一般道路の状況です。国道2号線は岡山方面に向かう上りが大竹市の緑橋東雀で1キロの渋滞、山口方面に向かう下りは福山市の明神町で1キロ、広島市安芸区上瀬の1丁目で2キロ、中区市役所前で1キロ渋滞しています。広島市などの状況です。国道31号線は坂町の東武流通団地入り口で呉方面に向かう車が1キロ、呉市の吉浦駅前では坂方面に向かう車が1キロ渋滞しています。広島市の国道54号線の祇園新道は東区の大芝水門東交差点で西原方面に向かう車が1キロ渋滞しています。県道広島豊平線は安佐南区の動物園入り口交差点で長楽寺方面に向かう車が1キロの渋滞、安川通りは安小学校前で大町方面に向かう車が1キロ渋滞しています。県道原田五日市線のコイン通りは佐伯区の木船交差点で八幡方面に向かう車が1キロ、県道広島海田線は南区の二保橋東詰で大津方面に向かう車が1キロ渋滞しています。呉市の国道185号線は広駅前付近で新潟方面に向かう車が1キロ渋滞しています。東広島市の国道486号線は西条町の西条西で三曽野方面に向かう車が1キロ渋滞しています。福山市の状況です。県道福山高線は明神町で神鍋方面に向かう車は県道南手代線に伸びておよそ2キロ渋滞しています。この後もゆとりを持って運転なさってください。以上です。
庄司サトルがお邪魔します。あなたのお耳にお邪魔します。ちょいと庄司サトルがお邪魔します。 HFM からお邪魔します。さあ今週もイオンモール広島府中3階双葉図書テラサテライトスタジオからお届けする絶賛公開生放送だから遊びにおいでて見においでて、ほんでもってメッセージも送っておいでて、アクセスラインはこの2タイプ、ほな行きます。まず1つ目はバックスナンバー082-284-5743、バックスナンバー082-284-5743。続いて2つ目ホームページのリクエストフォームからでも OK、 hfm.jp hfm.jp。 右と左から間違いなく音が出ていましたでしょうか。ツイッターでつぶやくときはハッシュタグカンタマも忘れないでください。